みんなは、日本のレーザー技術力をご存知かな。すでに世界屈指の成果を持っているんだよね。特に三菱と川中のこの技術力は世界屈指らしいな。今回は、そんな SF さながらのレーザーシステム技術について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まるで SF の世界から飛び出したような兵器が出現していて、三菱重工業と川崎重工業が、防衛セキュリティの総合展示会 DSEI ジャパン2023年3月15日から17日に、高出力レーザーを使った車両搭載型ドローン撃墜システムのプロトタイプをそれぞれ出展したよ。ドローンの利用はロシア・ウクライナ戦争でも、メディアで何回となく報道されていて、近年、偵察や地域の情報収集などの軍事目的にドローンを使う事例は確実に増えているよね。ドローンはミサイルで撃墜もできるんだけど、ミサイルは1機あたり価格が高額で、多数ドローンの撃墜に使うのはなんとももったいないわけなんだ。一方、レーザーなら電力があれば繰り返し発射できるし、発射時の騒音や火炎がないため、敵から発見されにくいというメリットがあるぜ。三菱重工が展示したドローンについて紹介していくと、出力 10kW の固体レーザーを使用する撃墜システムで、レーザーには加工などに使用されている固体レーザーの一種ファイバーレーザーを使うんだ。中核にはキド類元素のイブイッテルビウムをドープ添加した光ファイバーを増幅媒体として利用する装置となり、レーザーの波長は近赤外域のイチニウム帯で、射程は 1.2km なんだって。同社のブースではドローンの撃墜テストの様子を撮影したビデオも流し、実際に撃ち落としたドローンも合わせて展示したみたい。デメリットともなりかねない大気中の水分によるレーザー光吸収の影響に関しては説明員曰くある程度の光雨では大きな問題はありません。ただしキリやモヤの影響については今後確認することになっていますということらしい。三菱重工が開発したシステムを説明すると、内蔵している広角カメラと望遠カメラを使って的を絞り、飛行中の物体を広角カメラで捉えると、その画像を AI 解析してドローンを識別するよ。そしてレーザーと同軸に配置された望遠カメラでドローンを追尾してロックオン、レーザーを発射するということになるんだ。上空を飛行するドローンにレーザー光を正確に当てることが重要なポイントになるだろうし、そのため、同社は誘導ミサイル用に開発した画像処理技術を応用しているんだって。ウクライナ戦争ではニュース映像などで様々なドローンが実戦投入されていることは周知の事実だよな。これによって、戦場のあり方が大きく変わったと言えるぜ。DSEIJAPAN では前述のレーザー装置はもちろん、無人機関連展示が注目を集めたと言われ、これは人的被害を少なくするためだろうな。三菱重工業の担当者によると、この高出力レーザー装置は車両搭載型で車内での研究が重ねられてきたみたいで、過去2年ほどは種子島で実証試験を振り行ってきたんだって、レーザーのようにエネルギーをターゲットに照射して破壊する指向性エネルギー兵器 DEW は防衛面からはコスト面で大きなメリットがあると言われていて、例えば、イージス艦に搭載される迎撃ミサイルは1発あたり約40億円もかかるんだ。これに対して、レーザー兵器は1回照射するのにかかるコストは電気代数百円程度とされており、電力が続く限り、ミサイルや弾薬の心配もないということだぜ。三菱重工業は社内研究を踏まえて、2021年11月防衛装備庁と車両搭載高出力レーザー実証装置の研究施策の受注を契約は8億2500万円で契約したね。2021年度予算で、防衛省は車載レーザーシステム実証費用として28億円を計上したんだ。将来の強空脅威への効率的な対処が期待される高出力レーザーについて、現在継続中の高出力レーザーシステムの研究成果を活用し、レーザーシステムの車載化を実証するという説明がなされているみたい。防衛装備庁と海事は2023年10月17日、世界初のレールガン電磁砲の洋上射撃試験を行ったと発表したよな。防衛装備庁が開発を進めているレールガンを艦艇に搭載して実施したということになるぜ。防衛装備庁はこの洋上射撃試験の短時間の動画を XQTwitter に投稿すると同時にコメントを発表し、内容は、
従来の火砲を凌駕する高速度の弾丸で、空や海上の脅威から艦艇を守るため、レールガンの早期実用化を推進しているというものだったらしい。レールガンについて説明していくと、レールガンとは電磁砲とも呼ばれるんだけど、電気エネルギーから発生する磁場を利用して弾丸を撃ち出す兵器のことだね。従来の火砲は火薬を用いているんだけど、それと比べると、弾丸の初速が大幅に高めることができるらしく、つまり、高スピードが出る兵器ということなんだ。主な用途として想定されているのが、極超音速兵器ヒパーソニックウィーポンズへの対処と見られているよ。同兵器は音速の5倍というマッハ5以上の極超音速が出せるため、通常の弾道ミサイルより低い軌道を長時間飛翔し、任意のタイミングでスピードや高度を変えることができる機動性も持っているらしい。すでに中国とロシアがアメリカより先に第一線部隊に配備しているとか、実質的効果は確認されていないようだが、ロシアはウクライナ戦争で、史上初めて実戦で使用したと推測されているぜ。極超音速兵器は、その高スペックゆえに既存の防衛システムを突破する可能性のある大きな脅威とみなされ、世界各国が対応すべく技術開発を急いでいるらしい。極超音速兵器の弾道のイメージを紹介するんだけど、弾道ミサイルは発射後、一方の極超音速兵器は、発射後上昇し、高度20から 80km 付近の低高度を変速軌道を書きながらターゲットに到達するんだって。防衛装備庁によると、極超音速兵器に対する防衛では迎撃側も極超音速で会合点に向かって飛翔することが重要とのことで、レールガンは高速化のポテンシャルが高いため、火砲と比較して長い射程にも対応できる兵器だね。例えばアメリカの先行研究によると 200km 程度の射程も可能と見ているみたい。プラスのメリットは誘導弾と比べて弾丸サイズが小さいため、探知迎撃されにくい。発射薬がないので安全に運用できるなどであり、そういった点から、対極超音速兵器として有効であると判断したとみられるぜ。今から30年以上前の1990年平成2年に防衛装備庁は小型レールガンの基礎研究をスタートし、2021年までに口径 40mm の中型レールガンの試作を完成させたよね。この試作では、火砲としては高速な戦車砲の 1750m 秒を上回る弾丸初速 2000m 秒以上を目標に設定したんだって。現在は単車だけど、実戦で必須となる連射や弾丸の飛翔時の安定性などの要素技術の確立が目標ということみたい。なお、今回洋上射撃試験に使用したレールガンは、研究試作をした口径 40mm のものとは別物と思われ、あくまでも憶測だが、艦艇に搭載できる小口径版を開発した可能性も考えられるな。これについて防衛装備庁は、ノートコメントとしており、理由としては射撃試験の細部やレールガンの仕様を明らかにした場合、試験の規模やレールガンの能力が推測される恐れがあるためと言っているぜ。無人攻撃機ドローンを遥か彼方から撃ち落とす時代になり、効率的ではあるんだけど、手を汚すという自覚なしに他人の命を奪えるようになったわけなんだ。顔も名前も知らない人をボタン一つで殺してしまうというのはなんとも恐ろしいことだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。